J-WAY おそ松ステーション。ステーション。ラジオを聴きの皆さん、シェー3週間ぶりですね。どうも、ナビゲーターのアニメおそ松さん、イヤミ担当シェー優の鈴村健一です。今日もね、皆さんクロワッサンを食べてると思いますけどね、ちなみにクロワッサンとはフランス語で三日月の意味です。クロワッサン、クロワッサン。さて、今回の配信日は11月16日、本格的な冬がもうすぐそこまで近づいてきています。まあこの皆さんね、いかがお過ごしかと思います。まあそうですね、クロワッサンね、本当にもうほんと腐るほどバター入れてますからね、とんでもないカロリーということでね、まあだから美味しいなんて説もありますけども、腐るほどバター入れてますからね、本当にね、クロワッサン、もう本当に美味しいクロワッサンほどね、腐るほどバターを入れている、腐るほどバターを入れているということを皆さんにお伝えしたいと思います。さあ、ここでメールも届いています。ペンネーム液長くん、男性19歳の方、本当に液長なのかな、あ、駅長なのかな、これはわからないね、わからないね。スムラさん、シェーシェー、スムラさんは毎朝フランスパンを丸々1本食べるらしいんですが、フランスパンのどこが一番好きですか、また歯は大丈夫ですか、ということでね、まあフランスパン僕もね、本当に毎朝ね、1本ではないです、もう2本半食べますね。もう本当にね、フランスパンってのはもうやっぱりね、もう遠い記憶を刺激する、フランスっていいなっていうとこね。ちなみに行ったことありません、フランス。歯はね、子供の時本当に何度か欠けています。でも僕が食べてたフランスパンはね、主に山崎パンのフランスパン、今思うとね、本当ただのグニャグニャのパンですね。フランスパンの本当のフランスパン食べた時にはあれ嘘だったんだなって思いましたけど、逆に言うとね、今山崎パンのフランスパン、あれはすごく恋しくてわざわざ買いに行きます。フランスパンじゃない気もするんですけど、あれがもうフランスパンだななんて思ってます。まあどっちかというとフランスの思い出っていうよりはもう昔九州に住んでた田舎の思い出ですね。まあ、本当にフランスパン僕も大好きなんで、2本半をね、毎日食べています。さて、お待たせしました、シェーウェーブ。今日ね、2人目のゲストの方が来てくれるということで、2人目のゲストの方ご紹介しましょう。今回のゲストはこの方です。どうぞ。皆さん、はじめまして、シェーアニメおそ松さんととこ担当シェーユ遠藤彩です。どうも遠藤さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、いや今日ね、この番組ね、まあ、女性が来てくれるということで、はい、本当に嬉しく思ってますよ。 ありがとうございます。本当ね、もうクソみたいな男ばっかり来ると思ってたんですけどね。主に6人が来るのかと思ってたんですけど、まさかこんな可憐な女性が来てくれるなんて本当に嬉しく思ってます。もう感動ですね。あ、本当ですか。ありがとうございます。今朝は何食べられました。今朝は白米。なるほど、ご飯ですね。全然パンの話をする気はないということでね。いいと思います。大丈夫ですよ。最高です。さあ、早速ね、遠藤さんもこうやって来ていただいているところでメールがね、届いてますので、メール読みたいと思います。ペンネームふーたさん、どうも、女性28歳の方です。ありがとう。すむらさん、ゲストの遠藤さん、ボンジュール、ボンジュール、ボンジュール。いつもランチの後のハーブティーを飲みながら楽しく拝聴しています。嘘こけ。最近私は入浴剤にハマっています。皆さんは入浴剤使いますか。ちなみに私のおすすめは、クナイプのベリー系ですということで、もう遠藤さんはね、はい、入浴剤マニアですもんね。うん、そうですね。大好きですか。大好き。そうですか。いっぱい。どれぐらいお好きですか。どれぐらい、バブが好き。バブが好き。バブがね。バブ。バブっていうのは僕もね、はい、結構好きで、入れたりしますけど、はいはいはい、本当なんていうの、泡がね。あ、そう。捕まえませんか。捕まえるでしょ。捕まえます、ね。すごく捕まえちゃうの。捕まえるのが最後にシュッてなくなる感じがね、本当に切ないっていうか、哀愁感じるっていうか、まあ本当にフランスの思い出をね、感じますね、あれはね。そうですね。クナイプはどうですか。クナイプは、クナイプは、うん、でも小袋のやつ、小袋、小袋ってグラサンかけた人と、違う、歌わないやつ、歌わない方の小袋です。小分けになってるやつはよくなんかいろんな人にこう、ね、ありますよね。これが僕はもう忍者が使う武器かなと思いますけどね。クナイプはね、違うんですね。違います。忍者が使う武器を、こう、なんていうの、小麦粉で薄く伸ばしたものを生地で巻いて食べるの、あ、すいません、ちょっとクレープとかけてみたんですけど、全然かからないんだなっていう。かからないもんですね。すいませんね。あ、大丈夫です。そうですか。お風呂はお好きなんですか。そうですね、でも早いです。あ、行水。行水。なるほど。早めに。早め。
女子なんかね、長く入るって言うじゃないですか、うん、あすぐ伸ばせちゃうんです。ああそうですか、はい、うん、女子はね、僕はあの先に言っときたいんですけど、はい、長風呂する方いるでしょ、特に半身浴ね、あ半身浴、あ、ね、しますね、しますしませんね、あしませんか、じゃあ大丈夫です、じゃあ大丈夫です。半身浴ね、はい、科学的根拠全くないそうです、うん、さこの間ね、研究機関が発表になりました。発表しちゃダメでしょ、うん、ね、なんかダイエット効果ほとんどないそうです。なんだ、よかった。じゃよかったです、だからやらなくて、ね、時間の無駄ですからね。よかったです、無駄を過ごさなくてよかったですね、はい、遠藤さんよかったです、うん、さあそれでは、ここはですね、いやみさんにバトンタッチしてですね、これタイトルコールをね、お願いしてますんで、ちょっといやみさん呼びたいと思います、うん、はい、いやみさんお願いします。はい、それではおそばつラジオ始まるざんすよ。アンドゥシェイウェイおそ松ステーション、この番組はおそ松さん制作委員会の提供でお送りする。ザンス、イライラするでしょ。いや、いい、最近 FM ちゃんと聞いてるけど、そうでもない。ワン、エイ、スリー、シェイウェイ、おたまさん、おたまさん、はい、こちらはですね、普通のお便りをご紹介するコーナー、略しておたまつさんです。今回はテレビアニメおそ松さんの第4話までの感想をご紹介していきたいと思います。遠藤さん、はい、よろしくお願いします。お願いします。どうでした、もつれましたか。つられましたね、私に。つられますね。結構つられる人もいるってことは、これで今勉強になりました。以前来たね、桜井孝宏、全くつられませんでしたからね。さすが、自分を持ってる、持ってるっていうかね、イライラしてたみたいです。僕の喋りにね。さあ、それでは早速メール行きたいと思いますよ。ペンネーム、みずほさん、女性28歳の方からですね、はい、いただいてます、どうも。こんにちは、こんにちは。衝撃の第3話、銭湯での史上最低なクイズ大会には、さすがにコーヒー牛乳を吹き出すところでした。処理が大変ですよね、コーヒー牛乳吹き出すとね。そうですね。吹くときにね、やっぱ給食なんかね、牛乳をね、雑巾で吹くとすごく臭くなりますからね。大変なことになりますからね。気をつけてほしいですね。でも冷静に考えると、私が知らないだけで、男子は誰しもあのゲームを経験しているのかもしれないという、今まで想像もしなかった疑問に直面しました。もし男子あるあるでしたら、知らないくせに史上最低とか言ってごめんなさいということで、まあ、あの銭湯の回ね、まあ、もう簡単に言うと引っ越当てる回でしたけどね。そうでしたね。そうでした。遠藤さん、あれを見て、はい、正直な感想いかがでしたか。大爆笑でした。あ、よかったです。遠藤さんね、なんかすごくケタケタ笑ってらっしゃいますもんね。いや、もうアフレコの時点で楽しかったんで。楽しかったですか。あれが、あれが放送されるんだと思って、そうですね、世の中にリリースされるんだなっていうとね、本当にすごいことだなと思いましたね。楽しく、みんなも楽しくやってました。楽しかったですよね、うんうん、現場もすごく和気あいあいとしてね、いいですよね、はい、やっぱ銭湯なんか行かれることあるんですか。はい、あ、ないですね。ないですか。一回も行ったことないですか。でも一回ぐらいは行ったことあります。一回ぐらい。でも、もう本当子供の頃みたいな。そうですか。感じなんで、大人になってからとか。行ったことはない。ないですね。そうですか。うん、ぜひね、銭湯行ってね、はい、当ててほしいですけどね。クイズやってほしいなと。楽しみです。遠藤さん主催でね、ぜひ。主催で。遠藤杯、遠藤杯なんつってね、やってて。あ、いいですね。そうなると僕は、協賛で参加しますから。協賛で、そうですね、あ、本当ですか。あと、まあ、あれですね、ハタボーがね。ハタボーがジャイアントだったっていうね、オチ。これに関してはどうでしたか。いや、もう本当に神谷さんのセリフ通りです、あ、そうでしたね。神谷さんになったなね、大人になったなねって言ってました。あそこはね、なんか神谷くんの質なのかなぐらいのね、そうですね、トーンのツッコミでしたね。あれ印象的でしたよね。いや、そう、楽しい回でしたね、見どころでしたね、はい、さあ、もう一ついただいてます。もう一ついきましょう。ペンネーム適当につけてくださいさん、あ、これ適当にペンネームつけてほしいみたいですね。遠藤さん、つけてみます。適当に、じゃあ適当さんで、じゃあ適当さん、今日からあなた適当さんです。女性38歳の方ですね、どうもありがとう。適当さん、ありがとう。こんにちは、こんにちは、こんにちは。我が家では10歳、8歳、3歳の子供と一緒に、毎週楽しみにおそ松さん見てます。特に一番下の3歳が、毎朝保育園に行く前に、おそ松さん見たい、一松さん、金松さんと毎回違う松を押して見たがります。たまに子供に説明しにくいところもありますが、大体は一緒に楽しめてます。これからも家族で楽しめるおそ松さんを楽しみにしてます、ということで。どうですか、お子さんも楽しんでるということで。すごいですね、何が面白いと思うんですかね、そうですね、3歳の時って。まあでも3歳ぐらいになってくると、もうちっこのね、面白さってのは分かってくると思いますから。これを大
男の子なんですか、ね、どうなんでしょうね、 どっちなんですかね。これはちょっとそれは書いてないですからね。そうですね。でもね、女子ももうこの頃になってくるとこの面白さってのは分かるんじゃないかと僕も思いますけどね。面白いかどうか分からないと思う。あ、そうですか。うん、遠藤さんは今面白いと思ってらっしゃるわけじゃないですか。今大変面白いと思っておりますが、その面白くなるまでがやっぱりもうちょっと若い頃は面白くなかったですか、うん、多分そのうん、ネタにできるとは思ってないんじゃないですか。そういうね、恥ずかしいみたいな。なるほどなるほど、そういうのを超えて、今もうゲラゲラ笑えるとそういうことですね。そうですね。なるほど。ってことは、適当さんの一家のお子さんはきっとそういう風になっていくんでしょうね。うん、そうですね。楽しみですね。うん。若いうちからこうやって免疫つけてね。どんどんこれ、もう、社会にね、出てきてほしいですよね、こういう人がね。そうですね。こういう人がね、新たなおそ松さんをまた作って。そうですよね。新しいおそ松さん作ってもらってね。はい。その時またね、キャスティングしてもらってもうね。そうですね。そんなことしてもらえたら僕らも嬉しいなって。嬉しいですね。あの時のメールの、みたいな。そうですよね。3歳ですから、もうだいぶ後ですからね。そうですね。何年後でしょう。30年後ぐらいですかね。バリバリ監督とかなれるとしたらね。そうですね。ですよね。僕らいくつになっちゃうんでしょうか。僕ね、41ですから、30年後で71ですね。シェ言えるでしょうか。言えますよ、言えますよ。言えるようにね、はい、頑張っていきたいな。そうですね。そういうのはもう逆に言うと、そういう励ましのメールなのかな、みたいなね。あ、そう思えますね。全然適当じゃないメールだったんだな、っていう、うん。あ、ごめんなさい。適当なんことですね。大丈夫です。もう彼女は一生適当ですからね。これからも適当で送ってきてください。よろしくお願いします。さあ、もう一通メール行きましょう。今度は4話の感想ですね。これはペンネームリーズさんいただいてます。どうもありがとう。すみません、遠藤さん、シェー。シェー。4話拝見しました。どうもありがとう。うん、まず冒頭のイヤミのシーン。まさか、シェーの練習をしていたとは、かっこ笑い。してましたね。そして、トトコちゃんが歌う場面には大変笑いました。本来のトトコちゃんの可愛さも、どこか残念に思えるような衣装と歌詞の内容で、これはチケット余るよな、と納得させられました。かっこ笑い。遠藤さんはあの歌を歌われるとき、どのような心境だったのでしょうか、ということでね。まあ、イヤミもね、シェーを練習したりしてましたし、うんうん、まあ、いよいよ、ムツゴ以外にも焦点が当たってきた、うん、ということでは、はいはい、4話はね、ちょっとこう雰囲気が変わってきたなというところはありました。どうでしたか、その歌うシーンね。アイドル目指していたという、まあ、実にくだらない話でしたけどね。そうですね。でも、まさかこういう色合いのその衣装になるとか、ちゃんと分かってなかったんで。なるほど。実際、まあ、放送見て、あ、可愛いと思っちゃったんですよね。確かにね。思ったより。アフレコの時はね、もう全く皆無ですから、絵がね。本当にもう、線で適当に描いてる絵に僕ら一生懸命当ててますから。そう考えるとね。そう。なんか随分ちゃんとした衣装作っていただいたと思っちゃったんですけど。だいぶポップなね、絵になっていたなっていうところでしたね。パステルカラーで。そうでした。可愛かった。歌はどうでした？歌は、まあ、普通にレコーディングじゃなくて、アフレコの後に、アフレコのマイクで、そうなんですよね。歌ったんですけど。おそ松さんってそうなんですよね。レコーディングね。僕が歌わせてもらったエンディングはさすがにレコーディングスタジオで撮ったんですけど、それ以外のね、劇中の歌的なやつは、もう本当、スタジオでね、結構乱暴に撮ってますよね。そうなんですね。この後いいよね。この後いいよね、みたいな。この後空いてるよね、的なタッチでね。まるでカラオケボックス並みの感じでね。ついでついでみたいな。そんな感じで撮ってますもんね。そうですね。なのにあのクオリティですからね。うまいことしていただいたようで。そうですよね。なかなか素晴らしいクオリティだったと思いますけど。楽しかったです。短かったんでなんか。そうですよね。逆にね、フルコーラスなんかね。フルで聞いてみたいですね。見たいですからね。これ聞いてるね、あの偉い人たちね。これ商売の匂いがするんで、ぜひね、行ってほしいなと思いますけど。まあこのね、トトコちゃんがこのアイドルだな、どうのっていうのは、今後の話もね、どんどん引きずっていきますから、大事なシーンだったということを皆さん覚えておいてほしいですよね。さあ、もう一つ行きましょう。ペンネーム、もこもこさん、どうもありがとう。津村さん、遠藤さん、シェー、シェー。4話のトトコ回、面白かったです。大人になってもトトコちゃんが大好きなムツゴたちに和みました。トトコは、ムツゴたちの憧れのマドンナですが、トトコを演じていらっしゃる遠藤さんの推し松をぜひ教えてください。ちなみに私は一松です、ということで。まあね、まあ、女性がね、実はすごく少ない現場ですから、そういう意味ではね、もう男連中はもう正直、アフレコでもやってるんですけど、基本的にも下ネタばっかり言ってるような現場ですから、そうですね。ねえ、そんな中で女性というのは本当にもう僕らとしても一服の清涼剤のところはあるんですけど、逆にね、ここで推し松を聞く。今誰も来てませんから、他の松たちが。私、イヤミですから、これも堂々とね、推し松と話していただいて、問題ないです。
これラジオ聞こうとした時僕あの他の6マスコロコロコロしに行きますから決して聞こえないようにしときますから。本当ですか。私あのこのモコモコさんと一緒です、はい、あら一末。一末ですか、うん、あ、その一末どこがいいんですか。一末、あの、ちょっとあの、かっこよくなった。はいはいはい。綺麗な一末が特に好き。はいはい、あ、なるほどね。うん、あれですかもしかしてその、簡単に言うともう、イケボ好きみたいなとこあるんですか、うん、あ、でも、なんか福山さんが、はいはいはい、なんかかっこいい感じのセリフを、はいはい、こう、何うんうん、言ってるのあまり聞いたことがなくて、はい、なるほど。あのそういう役とご一緒したことがなくて、普段共演するときは割とあのテンション高かったりとか、ちょっとこうクールな役はあまりやってない。そうそう、なんかそのいわゆるかっこいいセリフを、うん、かっこいい声で言うみたいな。なるほどなるほど、うん。そんなにやったことがないので、はい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 、すごいなんか慣れてなくて、うん、キュンでした。なるほど。私もね、この回ではなかったですけど、他の回でね、うん、そういう回が出てきたのが、後々出てくるんですけど、はい、そのアフレコを一緒に僕も参加してたんですけど、もうほんとね、リアルに鼻血吹きそうでしたね。なんかね、悶絶しながらアフレコしてたの。もうで無理だなと思って。ああ、なるほど。もう、一末やばいと思う。そうですか、うん。あれはもう、リアルに一末に悶絶してたってことですか。そうですね。僕は逆に福山潤が何格好つけてんだろう、バカじゃねえのかと思ってんのかと思ったけど、そういうわけじゃないんですね。違います、違います。普通に悶絶してた。いやもう一末超やべえと思って。なるほど、乙女のところあるんですね。ありますよ、乙女ですよ。ねえ、うん、でも入浴剤はバブ。バブ、うん。いろんな種類あるんですよね、バブって。バブもね、うん、ありますもんね。うん、そうですか、一末推しということ。ね、私がねリサーチしたところ、女性人気が一番高いのは十四末だというふうに伺ってます。なんでですか、なんでですかね。いやそれはあの女性のみんな言うんで逆に言うと僕も聞きたいぐらいなんですけどね。うん、ね。確かに僕もねこの中で言うと十四松が一番なんか、うん、あのキャラも立ってるし、あなんか僕も好きですよ、うん、あちょっとこう行動が読めなさそうで、それで言うとこういつまでも子供みたいなところ、なるほど、うんうん、あそっか、子供と撮ればいい、はいはい、そういうなんかこう無邪気さみたいな、無邪気と撮ればいい、うん、そう考えると一松なんかは逆にね、あのこうちょっとひねくれてるというところありますけどね、まあ、そうですね、そうですね、で このビジュアルの時は うんうん、そんなに引っかからないんです、うん、一松、はいはい、あなるほど、うん、普段のおそ松さんのスタイルの中でもリアルな方に行った時、はい、あなるほど、かっこいい、アイドル的になった時だけが の一松、なるほど、あかなり湾曲してますね思いがねだってもうほとんど出てきませんからね。そうなんです。そう だからこそアフレコで、はい、なんかそれを言われると、はいはいはい、もうちょっと福山さんそれなし慣れてないかなって思う。なるほどね。そうですか。でも逆に言うとね、遠藤さんも誰よりも先にあれを堪能してるわけですよ、ね。あ、そうです。もう本当にね、ありがとうございます。視聴者の皆さんもね、本当に羨ましいと思ってるかもしれませんけど、これはもう、声優やってる特権かなと思いますから、うん、ね。皆さんでもオンエアはね、もっと綺麗な音で作られてますから、オンエアでぜひ悶絶していただきたいですね。はいはい、さあ、ありがとうございます。そんなね、テレビアニメ、おそ松さん第7話、うん、これはですね、更新日の本日、11月16日、テレビ東京、テレビ大阪では、深夜2時5分から、テレビ愛知では深夜3時35分からオンエアとなっております。7話ね。7話の思い出。まあ7話ね、うん、あれですか、トトコとしては、実は。トトコとしては、確か出てなくって、なんなら割と最初の方から結構出てる。はいはい。間、はいはい、だったか、幸子、どっちだったかな、私。幸子ですかね。間かな、間。間か幸子、どっちか。どっちかが出てると。で、出てる。金役で出てるっていうね。まあ、話の内容としては、とどまつが、アルバイトしてたりするという。そうですね。いよいよ働いてんだ、あいつらっていうとことか。うんうん、まあ、さらに注目ポイントは、ダヨーンとデカパンね。これがもう非常に不思議な世界だね。いや、本当に不思議で。でしたね。うん、これぞシュールだという、ね、そうですね、ところだったと、はい、堪能してほしいです、ね、いうところですから、まあ、うん、そのどのあたりがシュールだったかっていうのね、ぜひ見て感じていただきたいなと思いますので、はい、皆さんチェックよろしくお願いします。以上お便りをご紹介するコーナー、おとまつさんでした。投稿お待ちしております。シェイウェイブおそ松ステーション。おしまつさんも。おしまつさんも。はい、こちらはテレビアニメおそ松さん関連のお知らせをご紹介するコーナー、略しておし松さんです。放送センターの鈴村さん。はい、こちら鈴村です。放送情報をお伝えしますよ。テレビ東京、テレビ大阪では、毎週月曜深夜1時35分から、テレビ愛知では毎週月曜深夜3時5分から、
BS ジャパンでは毎週土曜深夜0時0分から、それから ATX では毎週、火曜深夜0時30分からとなります。ただしですね、先ほどもお伝えしましたが、更新日の本日、11月16日月曜日は特別編成のため、おそ松さんの地上波の放送時間が変更になります。各局ですね、30分押しとなります。テレビ東京、テレビ大阪では深夜2時5分から、テレビ愛知では深夜3時35分から放送です。皆さんお気をつけください。なお放送時間は予告なく変更になる場合もございます。ご注意ください。それではスタジオにお戻しします。はい、どうも須村さん、ありがとうございました。さあ続いて情報センターの須村さん。はい、こちらは須村です。 CD 情報をお伝えします。テレビアニメおそ松さんオープニングテーマ AOP が歌う花丸ピッピは良い子だけが現在絶賛発売中です。価格は税別1204円です。またですね、エンディングテーマイヤミが歌いムツゴがぼやくシックスセイムフェイセス、今夜は最高は、2015年12月16日水曜日発売。価格は税別1500円です。初回特典にはキャラクターステッカーが付くそうです。気になる、収録内容はシックスセイムフェイセス今夜は最高、おそ松、からまつ、ちょろまつ、いちまつ、十字まつ、とどまつ、いやみ、テクノボーイズバージョンに加えインストも収録されます。以上、情報センターよりお伝えいたしました。はい、どうもありがとうございました。おっと、ここでもう一つ情報が届いたようです。同じく情報センターの遠藤さん、お願いします。はい、こちら遠藤です。パッケージ情報をお伝えします。テレビアニメおそ松さんブルーレイ&DVD 第1末から第4末までが、現在予約受付中。第1末は1月29日に発売予定となっております。初回封入特典にはおそ松さんオリジナルグッズや特製ブックレットが入っており、ジャケットはキャラクターデザインの浅野直之氏による書き下ろしです。販売店別に予約特典、購入特典が違います。また10月16日に開催された上映イベント、ムツゴだよ全員集合トトコもいるよのダイジェスト映像も収録されます。詳しくは公式ホームページを参考に、参照していただきたいとのことです。遠藤さん、大変なところどうもありがとうございましたと。ここでさらにですね、追加情報が届いたようです。現場の須村さん。はい、須村です。東名阪方面の、追加情報をお伝えします。おそ松さん in なんじゃタウンは東京池袋にて、12月4日金曜日から、1月31日、日曜日まで開催です。さらにですね、なんじゃタウンとのコラボが、名古屋と大阪でもこれ開催されることになりました。はい、ここの詳細は今後発表されるそうですが、ひとまず開催場所と、日時をお知らせします。おそ松さん in なんじゃタウンサテライト、12月4日金曜日スタートです。会場はナムコ名古屋駅前店。こちらは1月11日まで。ナムコ大阪日本橋店、こちらは1月31日まで。以上、須村でした。はい、須村さん、どうもありがとうございました。一体何があったんでしょうね。東名阪いずれもこれ混雑が予想されますので、なんじゃタウンにおいでの方はご注意ください。以上、お知らせをご紹介するコーナー、おし松さんでした。それではここで1曲お聴きください。遠藤彩さんよりリクエストしていただきました、テレビアニメおそ松さんエンディング主題歌、シックスセイムフェイセス今夜は最高、市松バージョン。僕、松の木女、松の市松、今市松の不安を感じたでしょ。それ間違ってないから。しかも6つも、こんな顔が6つもあっていいね。あ、またあった、知らないふりですか。だよね、僕みたいなゴミは覚えてないか。多分これで6度目だ。兄弟みんなについてきただけ。僕が耳、僕たちは僕、そう、僕らは6つも、君たちは6つも。誰が誰でも同じ算数、オフランスで見はした算数。愛は君たちの心の中にあって、ほんのちょっぴり分けてちょみにも。ひょっとして猫飼ってない？あ、なんてややこしい兄弟残暑を混ぜちゃって、シェイクシェイク、こんがらがってコーランさん、お酒やめて
岡松さん。こちらはおそ松さん出演声優への質問やリクエストを受け付けお答えするコーナー、略しておこ松さんです。さあまずですね、ルール説明をしたいと思います。こちらはですね、裏面におそ松、から松、ちょろ松、一松、十四松、とど松の顔を描いた6枚のカードがあります。カードに伏せられた表面にはですね、1から6の番号が振られています。さらにですね、リスナーさんから届いた1から6の質問がございます。この6の質問、先に読み上げさせていただきます。まず1、ペンネーム十四松は我らの希望さんからいただいた質問です。確か遠藤さんはタケノコの生まれ変わりと聞いたのですが、その時の記憶はありますか。これが1ですね。では2番目、2はペンネームおパンツモンキーさんからの質問です。好きな深海魚はどれですか。3、ペンネーム戦国魔人 F 君からいただいてます。お風呂のお湯が思いのほか熱くて入れそうにないとき、どうすればいいと思いますか。4番、ペンネーム軍手のイボ対ロシア女さん。人間の友達がいないので妖怪を無理やり友達にしようと思っています。何かおすすめの罠とかありますか。5番、ペンネームルドルフさんからの質問です。一番最近つけた近所のメダカの名前は何ですか。またそのメダカの可愛いところはどこですか。そして6番、ペンネームミータさんからの質問。私は受験生なのですが、いつも隣の隣に座っている女の子が、不気味なウサギの絵を机の上に描いて去っていきます。どうしたらいいでしょうか。ということで、このようなね、6つの質問、遠藤さんならもうどれもね簡単にお答えできる質問が6つ用意されております。これをねどんどん答えていきたいと思います。はい、さあそれではこれはですね、カードを引いて引いた番号絶対にこれ答えなければいけません。絶対に答えていきましょうね。はい、よろしくお願いします。お願いします。さあじゃあどれにいたしましょうか。どれ、何松でも結構でございますよ。じゃあ長男から。はい、おそ松いきましょうか。おそ松どん。はい、2番ですね。2番、おパンツモンキーさんからの質問、好きな深海魚はどれですか。ね、深海魚はもうねだいぶお好きですもんね。そうですね。でも1番とか難しいけど、あ、そうですか。まあいっぱいお好きですからね。うなぎかな。うなぎですか。そうですよね、マリアナ海溝の方に ね、彼なんか行きますからね。なんか昔は深海魚だって聞きました。そうですよね。最近登ってきたっていう、登ってきてね昔はね。うなぎ登りなんて、なるほどね。 そこからうなぎ登りっていう言葉が、ね、言葉が出てきたという。そうですよ。こんなにお綺麗なのにおっさんなんですね。やり方がおっさんですよそれ。うなぎ登りってよっこい小一とそんなに変わらないですからねそれね。なるほど、うなぎが一番お好きということで、はい、おパンツモンキーさんね、好きな深海魚は、うなぎです。さあじゃあ次行きましょう。終わらないんで、まだ行きますよ、どんどん行きますからね。じゃあ順番通りに行ったらあれかな。どうしましょうね。チョロ松行きましょうか。はい、3番ですね。3番こちら、戦国魔人 F さん、 F 君からいただいてます。お風呂のお湯が思いのほか熱くて入れそうにない時、どうすればいいと思いますかということで、まああのお風呂のお湯、これ熱い時たまにありますよね。そうですね。なんであんなに熱くなっちゃったんだろうなんて思いますけどね。そんな時遠藤さんはどうされてるんですか。待てばいいと思うんですよね。そうですよね、待ちますよね。自然にね。そうですね、温度が下がるの待つ。でも多分この方のちょっと情熱がすごい、あ、なるほど、本人の体温も高いんでね、入った瞬間にすごい熱かったんだと思うんですね。なるほどなるほど、もう入りたい欲が強すぎてね。この人がちょっとあの、はいはい、あの冷めたら、あ、なるほど、ご自分が冷めたら、なるほど、だからあの、はい、コーヒーを飲むのに、はい、氷を入れてアイスコーヒーにするように、そうですね、本人自体がもう冷めていけば、本人自体がもうどんどんゾンビみたいになっていけばいいということですよね。そうですね、お湯よりもどんどん自分を冷ましていこうということ、これがちょうどよくなる時が来るんです。来るんですよ。はいはいはい、来るんでしょうね。だからあの外に行ってね、体冷やしてから飛び込めばいい。そうですね。そういうことですよね。やっぱ運動した後に飲む、はいはいはい、ね、あの炭酸水は美味しいっていうのと一緒に。逆にも冷やしたお風呂は非常に暖かい、熱くていいということですね。そうですね。遠藤さん何言ってるんでしょうね。次行きましょう。じゃあ、はい、チョロ、
あ、間違った、チョロマツが次男じゃなかったです、カラマツだった、カラマツ、カラマツ、じゃあカラマツ行きますか、カラマツにします、カラマツ行きましょう、6番ですね、ミータさんです、私は受験生なのですが、いつも隣に座っている女の子が、不気味なウサギの絵を、机の上に描いて去っていきます、どうしたらいいでしょうかということで、不気味なウサギの絵だこれね、置かれてるということで、どうですか、不気味なウサギの絵、ご自分も描かれますか、不気味なウサギ、でも自分って思ってないんですけど、やっぱよく不気味だね、はい、不気味だねって言われますよね。そうですか。ちょっとだから描いてみて いただいたらいかがですかね。ウサギの絵をね、ちょっと描いていただければと思いますけどね。ラジオなのにどうもすいませんね、これね。すごいディティール豊かに描かれますね。あ、これあれだ。これ、これだ。これあれだ。あれになっちゃった。遠藤さん、すごく怖いです、僕今。これ何ですか、これ。これ、あ、私何だろう、マウスにこうなんか笹の葉がついてるみたいなあのね、コンピューターをね動かすの、カーソルを動かすマウスですね、雪で作る雪うさぎですね、これね、いやー怖いですね、雪うさぎだ、すっごい意味深ですよね、はい、これが置いてあったらもう本当怖い、間違えちゃったね、え、うん、もう受験生にこれを置きますから、もう、そうですね、お前は雪解けしないぞみたいな、なんかそういう怖いメッセージ、春が来ないみたいな、ね、怖いメッセージです、これこれは嫌ですね、恐ろしいですよ、受験生の皆さん絶対雪解けしますからね春は来ますね、頑張っていただきたいと思いますけどね、怖いですねこれね、もう怖いんで次行きましょう、まだ選べますよ、まだ選ぶ、はい、じゃあ、はい、じゃあトドマツにします、わかりました、トドマツ行きましょう、5番ですね、ルドルフさんからの質問です、一番最近につけた近所のメダカの名前なんですか、またそのメダカの可愛いところどこですかということで、ね、もうメダカ、近所の、ね、メダカに名前をつけてることでおなじみですからね、そうですね、つい最近は、ビリジアン、ビリジアンってつけました、ね、あれも不思議ですよね、素直に緑って言ってほしいですよね、そうなんですよ ねなんで緑って言えないのかな、わからないね、緑じゃんっていつまでたっても、うん、ね、絵を描くときにいつも思います、うん、絵の具のビリジアン、でも一番特別感ありませんでした、ありますよ、ビリジアン、カタカナで、そうなんですよ、ビリジアン、緑じゃん言いたくなる、ねえ、言いたくてすぐ覚えましたよね、でも今思って何語か全然わからないですが、うん、分かんないですね、ビリジアン、ね、ビリジアンって何ですかね、なんでビリジアンなのか、わからないですね。不思議ですよね。はい、ちなみにそのビリジアン、はい、メダカの可愛いところ、はい、どこありますか？あれなんかやっぱ、うん、あの、ありますよね、可愛いところ。色がね。色がね。やっぱ色がね。あ、緑ですか。あ、ビリジアンだなって思って。そのメダカもう終わりかけてますね、多分ね。きっとね、それ。ね、よく上の方に浮いてるんじゃないですか、そのメダカね。だから救いやすかったのかもしれないですね。そういうことで救ったんですね。なるほど。そうですか、救ったそうです、ルドルフさん、救いました、救いましたね、さあということで、はい、以上ですか、こんなところでしょうか、本当にね、だいぶファンキーなね、質問コーナーになったと思いますね、皆さんどうもありがとうございました、遠藤さんもね、どうもありがとうございました、以上、質問やリクエストを受け付けお答えするコーナー、おこまつさんでした、皆さんいろんな投稿お待ちしております、カモン達夫さんの歌にビリジアンって歌、へえ、この歌が大好きで、小学校の時に、うん、あの、こう、詩のコンテストがあって、うん、それで詩のコンテストで、うん、それをそのまま丸写しして、提出したの、うん。そしたら先生が痛く感動して、すいまくん、君天才だよって。詩のコンテストに出していいかって言ったら、うん、いいっすよって、ね。出したら、一週間後に、ピンポンパンポン、何組の鈴村くん、職員室に来てくださいって言ったら、カモン達夫じゃないすごい突っ込みたい。カモン達夫じゃないシェーウェーブおそ松ステーションシェーさて、そろそろお別れのお時間です。番組では皆さんからのメールを募集しています。メインコーナーはアニメの感想、普通のお便りを紹介するおたまつさん、質問を受け付けてお答えするおこまつさんです。詳しくは番組ホームページのコーナー紹介と投稿フォームをご参照ください。よくわからない場合はその他から送っていただければスタッフがきっちり仕分けします。昭和の思い出を語るコーナーおもまつさん、それから驚いてシェーと言いそうになった体験を投稿するおどまつさん、小野大輔さんの面白いエピソードを投稿する小野松さんは、思いついたら投稿していただければスタッフがストックしていつかやります。
シェイウェーブおそ松ステーションはアニメおそ松さん公式サイト、またアニメート TV で月に2回月曜日に更新です。ゲストは、こちら決まり次第告知いたします。ツイッターのアカウントをお持ちの方ですね、おそ松さん公式サイトまたはアニメート TV のアカウントをフォローしてください。次回の更新は11月30日月曜日を予定しています。なんと今日は次回のゲスト決まっております。絡みづらいことでおなじみカラマツ役の中村雄一さんでございます。お楽しみに。中村雄一さんは絡みづらくないと思うんでね、ご安心していただければと思いますよね。まあ、そんなわけで今日は遠藤さんに来ていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。いかがでしたか今日は。いやあっという間でしたね、あっという間でしたよね。憧れのこのラジオに、そうですか、ね、もう本当ずっと、ね、気にしていただいてたみたいでね、この番組 ね、行きたい行きたいって言ってたんで。そうですかね、はい、嬉しいです。ありがとうございます。楽しかったです。ありがとうございます。本当に嬉しいです。どうもありがとうございますね。また機会があったらね、ぜひ遊びに来ていただきたいですね。ぜひぜひ。アフレコでもいろいろよろしくお願いします。よろしくお願いします。これからもね、天然爆発させてください。頑張ってくださいね。はい、頑張ります。またメダカの話を教えてください。ということで第2回はここまで。お相手は嫌味役鈴村健一とトトコ役遠藤彩でした。次回のシェイウェーブおそ松ステーションにご期待ください。シェイウェーブおそ松ステーション、この番組はおそ松さん制作委員会の提供でお送りしました。ダンス。おそ松屋サウンド。シェイウェーブ。シェイ。